バーブ早いな、バーブが先バーブ取り切れてないと思うよ。ここまだこうなった時にバーブ言ってたから、先バーブで言ってみて。ありがとうございました。トークライブカタツムリボリューム1が今終了したということで、はい、岡部がね、あの次の仕事があるということでちょっと抜けちゃったんですけども、うん、はいはい、アーカイブが1週間残るということで22日までですか、はい、9月22日まで、アーカイブが残るということですので、ぜひぜひ見てほしいですね。これは結構喋りましたね。ちゃんと結構深い話もしましたよね、うん、褒め合うっていう時間が途中であったんであんまないよね、うん、ない。トリオ内でお互いを褒め合うっていうね、これは良かった、ね、ただ褒められてないね。俺褒められてないよ、ね、褒められてないよ。そうだ、俺と岡部はなんか褒め合ってたけど、褒めるとこがでももう普段からあんまあんまないんだろうね。うん、早かったね。でもそれにしてもバーブが、バーブやっぱ先バーブもちょっとやってみようかなと、ね、はい、ということでね、1週間ありますんで、はい、ぜひぜひ、アーカイブ残ってますんで、はい、購入していただいて、ぜひトーク聞いてください。これ後でコメントしたもんとかも反映されるんですか。うん、このアーカイブで見ていただいた方ってコメントできるんですかね。コメントはできないんじゃないかな。できないんだ、うん、見てそのコメントが流れてるのは見れるのかもしれない。なるほどですね。じゃあ、はい、なんかそこで要望があった方は個人的にツイッターとかで、ツイッターにしていただいて、うん、ボリューム2があった際になんか要望ね、そうそう、うん、参加していただいて、リアルタイムでね、こうチャットみたいな感じでできるんで、うん、その時にトークライブ楽しめたらなと思いますので、お願いします。ぜひぜひチケットの購入していただければ、アーカイブ見ていただいて、楽しんでいただければと思いますので、ぜひチェックしてみてください、はい、以上、カタツムリトークライブカタツムリボリューム1でした。ありがとうございました。ありがとうございました。